レイドアワートレネロス米中編。はいどうも、ヒコボン心の声です。いつもの場所で女性が電話してるのでこちらに来ました。黒卵の出現状況ですが、今日はなんかごちゃごちゃです。19時の黒卵自体は9個です。この場所、この間まで高校生のイチャコラカップルがいた場所です。もう卒業したのでここに来ることはないかと。というわけで開始です。駅前のジムはトルネロス出てないので、いきなり少し離れたジムから。いきなりリモートレイドパス購入から。駅前じゃないけど初戦なのでグループ作っていきます。駅前じゃないし、もう解放してもいいかな。できても2陣ぐらいでしょう。2陣目がヒコボンの作ったグループになるかと。チームヒコボン6名にプラス2名でした。トレネロスなのに通信障害。ヒコボン気づいてませんが、おそらくポケストップスカンのデータをバックグラウンドで送っているからだと思います。楽天モバイルだとアップロードに時間かかります。それにしてもポケストップスカンはいつ形になるのでしょうね。私は無理だと思うけど。どうしよう、再起動しようかなんて思ってたら終了しました。よかった。ここでポケストップスカンのデータが送信完了です。ここで合点がいきました。トレネロス米中は上下でエクセレント狙えるのでサークル固定使っていきます。結果的にこれが早く終わる感じ。1戦目ゲットです。まあトルネロスは高個体出ればいいけど、出なくてもいい感じです。まあやるからには高個体目指しますけど。奥のジムをタップしたいのに卵のウィンドウが邪魔をする。トルネロスっておっぱいあるんですよね。寄せてあげてます。もうグループ作らなくていいかな。チームヒコボン6名にプラス1名です。CP1832 ちょっと高個体ぐらいな気持ちでいますが、これ 98% です。難なくゲットです。これでもうトレネロス霊獣はいい感じです。チームヒコボン6名にプラス2名です。ゲットです。チームヒコボン6名プラス1名です。
トルネロス結構硬いですが、2名で余裕だったけど。ゲットです。そして今いる場所に黒卵が出現。これで強軍の無料パスが消化できる。計画通りです。とりあえず19時までのトルネロスをやってしまいます。チームヒコボン6名、トルネロスの不人気っぷりがすごい。一発ゲットです。パーティーの最後まではいかないので、ヘルガーを入れて相棒のハートつけさせてもらいます。そんでもって9名で戦闘開始です。ノーマルヒットですがゲットです。チームヒコボン6名です。GP1837 ヒコボンさっきの 98% と勘違いしてます。これ個体値マックスです。まさかの2週連続で個体値マックス。ゲットです。まさかの個体値マックス。これにはヒコボンのにんまり。
戦いは続きます。チームヒコボン6名です。ゲットです。19時までのあと2戦できるかなと思ってますが、19時までのあと1戦でした。これで9戦目です。プレネロス地味に硬いので数がこなせませんな。まあ人がもっと多ければ早く倒せるのでしょうけど、ほぼチームヒコボンだけという状態で、チームヒコボン5名です。お一人間に合わず。ゲットです。ここから延長戦、あと4戦です。あと3戦、本当は4戦です。黒卵1個見逃してました。チームヒコボン6名、最近では稀に見る不人気っぷりだ。一発ゲットです。そんでもっていわゆるここです。氷軍の無料パスが火を吹きます。駅前だけどもう時間経ってるし、グループ作らなくてもいいかな。直接入る分にはリモートレイド枠余りますしね。10名集まりました。ゲットです。黒卵2個、孵化まで数分なので待つことにします。駅の孵化直なのでグループ作ります。10名集まりました。ゲットです。これで最後です。8名でバトル開始です。
最後もゲットです。K13 戦、候補体はまず 98%。 そんでもって個体値マックス、この間のボレトロスの色違い探しから一変、調子がいい、まさに飴とムチです。恐るべしナイアン。というわけで共闘ありがとうございました。